どうもピアノ弾きのちなみんです。今日はクリスマスにクリスマスレッスンっていうのをやるんですけれども、クリスマスレッスンでアドベントカレンダーを作ろうと思ってですね、ちょっと今日見本で作ったんですけれども、こういうのをみんなで作ろうと思ってます。一個一個袋にね、シールを貼って、これ1から24まであるんですけど、いや25だ25まだ私今これ貼ってない25まであるんですけど、これを、中にお菓子を入れてね、チョコとか飴とかおせんべいとかを入れて、でこの紐でこれなんだパッチンパッチンって穴開けパッチン穴開けパッチンをして、紐を通して、それ で、でこれを作るだけだとレッスンにも何もならないので、これに自分でこうこれ四分音符でしょ、そしたら裏に四分音符、ね、で2日目は二分音符とか書いてですね、これを毎日これは何って自分で、で二分音符とかで答えながらこう毎日おやつを食べていくと、え、これはドン記号ってやってるって、全部でこう25個のね音楽記号を覚えましょうというそういう、アイデアで作りました。いかがでしょうか。これね、100均でだいたい揃えられます。私はセリアで買ったかな、これセリアで買ったような気がするんだけど、こういう無地のアドベントカレンダー用の封筒がそもそも売っててですね、これとあとこのシール、アドベントカレンダー用の日付シールっていうのが25日分あるので、これとこれを使って、それで紐はもうお家にあるなんか麻紐みたいなこういう紐を使って、で、作って、であとをそれを全部もうこのリボン、私もこういうリボンを持ってたんで、このリボンにくっつけて完成という、すごく簡単なので、私もこれクリスマスイベントは2時間撮ってやるんですけれども、その時間の中でみんなでこれを作って、でクリスマスの歌を歌ったりとかいうね、クリスマス会的なこともやろうかなと思うんですが、という感じで、はい、いかがですか。皆さんもぜひ作ってみてくださいではでは、ピアノ弾きのちなみんでした。またねー、バイバイキーン、チャギーン。